フィリップ・レスラーは、ドイツの政治家、医師、陸軍軍人。所属政党は自由民主党で、2011年5月13日から2013年12月まで、党首を務めた。第2次、メルケル内閣では2009年10月より、保健大臣を務め、2011年5月より、副首相権経済技術大臣に横滑りした。その他ニーダーザク選手経済、労働、 交通省兼副首相を務めた。ベトナムの南部メコンデルタ地方のカンフン芝支援省に生まれる。戦争孤児。実の両親はベトナム戦争で戦死したため出生名は分かっていない。カトリック系の孤児院にいた生後9ヶ月の時、養子縁組のために西ドイツに渡り、二人の娘を持つドイツ人のレスラー夫妻の養子となった。しかし、4歳の時に レスラー夫妻が離婚したため、ドイツ連邦軍のパイロットである養父の側に引き取られ、その後は弊社でドイツ軍兵士に囲まれながら成長した。食事はいつも商工クラブでとっていた。ハンブルク、ビュッケーブルク、ハノーファーで育った。1992年にアビトゥーは合格した。幼い頃からの古巣であったドイツ連邦軍に軍医見習いとして入園し、 ハノーファー医科大学で医学を学ぶ。1999年からハンブルクの連邦軍病院で医師研修を行う。2002年医学博士号を取得。2003年に軍医大医として軍を退役した。ドイツ人の女性外科医と結婚し、双子の娘がいる。信仰している宗派はカトリックである。1992年19歳の時に、 自立と自由の解釈に共感したことを理由として、自由民主党に入党する。2000年から2004年まで、ニーダーザク選手の FDP 事務局長を務める。2001年、ハノーファー軍議会議員に当選し、議会党議員団副団長を務める。2003年、30歳の時に、ニーダーザク選手議会議員に当選し、軍医を辞職する。以後、衆議会党議員団長を務める。 2005年の党大会で FDP 連邦執行部員に選出される。2006年3月にはニーダーザク選手の党代表に選出された。2008年の衆議会選挙では党の州首相候補に選出された。2009年2月18日、ニーダーザク選手のクリスティアンブルフ州首相の内閣に経済、労働、交通大臣及び州副首相として入閣。 2009年10月、ドイツ連邦議会選挙の結果成立した、ドイツキリスト教民主同盟と FDP の連立で、ある、第2次、アンゲラ・メルケル内閣に、保健省として入閣した。メルケル内閣の閣僚では最年少であり、また、ドイツ史上初めて移民系出身の大臣となった。2011年5月12日、保健省から副首相兼経済技術省に就任し、 翌5月13日、党内選挙で約95%の得票を得て自由民主党の新しい党首に選出された。アジア系の異色の政治家としてドイツ国内で注目が集まっている。本人は後期混じりの注目に対し、アジア的なのは外見のみで内面はドイツ人である。しかし自分がここまで昇進できたのもドイツが開かれた国だからである。 古国ベトナムに行ったのは一回だけで、妻に説得されたからであると述べている。当初に就任後、内紛などによって統制は、低迷。2013年9月22日に行われた、連邦議会選挙では反ユーロを掲げる、新興政党、ドイツのための選択肢に支持を奪われ、FDP は決闘以来、初めて連邦議会の議席を失う結果となった。これを受けて、 レスラーは選挙翌日の23日に投手辞任を表明した。同年12月の臨時党大会でクリスティアン・リントナーが後継投手に選出された。2014年2月から世界経済フォーラム経営委員に就任。ありがとうございます。